はい。というわけで、お久しぶりのケロチャンネルです。というわけで、暑いですね。今、8月がもう目の前といった感じの、7月下旬の収録なんですが、毎日毎日ほんと暑いケロね。というわけで、今日はダイソーでこんなものを見つけたケロよ。電動水鉄砲ということで、お値段がなんと700円ということで、ケロが子供の頃は、1000円ぐらいで、なんか黒くてやたらリアルなこういう電動水鉄砲があったけど、今税込みで770円ということで、思わずね、買っちゃったケロよ。で、買った後に、まあ、地元のダイソー何軒か回ったけど、どこも売り切れてるみたいで、まあ、これ見かけたら買っといた方がいいかもしれないけどね。というわけで夏本番を前に、いや、まさに今本番のこの時期に、この電動水鉄砲をちょっとレビューするけどよ。というわけで、対象年齢は6歳以上。水容量は約 280ml ってことなんですが、飛距離は4.5メートルって書いてるけどね。でも、なんかいまいちよくわかんないから、まあ、開けてみるけどよ。あと注意しなきゃいけないのは、電動なんで、電池は別売りということで、単三乾電池2本ということケロね。というわけで、ちょっと開けてみるケロよ。じゃじゃーん。よいしょ。ほうほう。なんか ここだけ見たらなんか農薬かなんかのボトルみたいななんか いや、ちゃうちゃうちゃう。そんな危険なものじゃないけど。お、なんか、めちゃくちゃなんか、結構なんか これ結構かっこいいけどね。結構なんかこう、男の子心をくすぐられるような、なんかそんな感じのデザインけどね。わ、すごいな、かっこいいけどね、これ。なんか、すっごい SF チックけどね。いいけどよ。これフロントサイトとリアサイトがないので、まあ、見ながら当ててねって感じの まあ、おもちゃなんでね、そこはね、はい、ガチのそういうものじゃないので、はい、というわけで、ここに、切り替え時に水が飛び出る場合がありますので注意してくださいって書いてますね。なんかちょっとうっすらここにモールドされてるけど、まっすぐ飛ぶのと、なんかこう、三段、シャワーか。シャワーのようにこう広がって、打てるのかな？いや、すごいけどね。なんかゴミついてたけどね。で、なんか、実はケロも人の子なんで、他人のレビューとか見てるけどね。まあ、ここなんか、ネジあるけどね。これをなんか、開けないと電池が入らないみたいけどね。この辺の説明はどこにあるんだろう。どこにあるんだろう、そういう説明は。まあ、ここになんか書いてるけどね。電池蓋のネジをプラスドライバーで外します。蓋を開けて単三電池2本をプラスマイナスを間違えないように入れてください。ということで、ネジ止めをしなきゃいけないけどね、これ。なんかちょっと対象年齢、6歳とか言ってる割に、結構ドライバーでこれ開けて、こうネジで開けて、電池入れなきゃいけないって時点で、結構、これ対象年齢高くないけど？まあ、お父さんとね、お母さんと一緒に、まあ、やるならいいけど、しかもこれドライバーが付属してないので、この状態だと何もできないけどよ。というわけで、ちょっとドライバーを今からちょっとゲットしてくるけど、ちょっと待つけどよ。とりあえず、このドライバー、これ家にあるドライバーけどね。で、この、まあ、単三電池ということで、まあ、これ家にあったエネループをね、使ってみるけどよ。まず、ここを、ほうほう。これ対象年齢6歳ってどうなのかな？
なんかこの時点でなんかパパドライバー貸してとか言ってる時点でなんかね、あとこのネジも結構小さいので飲み込んだりとかね、そういう誤嚥とかしないかちょっと不安けろけど、上が開いてないけどね、これはどうなんでしょう。はい、おー、ちゃんと電池ボックスの周りがなんかこうシーリングされてるけどね、ゴムで、うん、これをこうやって入れて、これはなんかあの対象年齢6歳ですけど、どっちかっていうとパパやママと一緒にやること前提みたいけどね。なんだろうこれ、ネジ抜けちゃってる？ちょっと待って、ネジ抜けちゃってないこれ。なんでこれネジ穴貫通したんだろうよくわかんないなこれ。ちょっと待ってくださいな。なんかネジの周りにもなんかちょっと防水っぽいものがあるんですが、あー、これはなんというかあれけどね、とってもちょっと難易度の高い対象年齢6歳けどねこれ、下のネジが止まりませんこれどうなってんだろう。ちょっと待って、これちょっと上のネジ取るけどよ。いやー、結構ねこれ対象年齢6歳以上ってなってるけど、どっちかというとこれ9歳とか10歳以上じゃないのこれ。いや、ケロは結構手先器用な方をケロけど、これどうなってるの。いや、でも実際問題これはこうだよね。よくわからない、よくわからないけどよ。これ多分防水のなんかあれだと思うけど、ちょっとこれ外してこっち入れて、でこの防水のやつを逆にしてやるとどうだろう。多分これでうまくはまるはずなんだけれど、撮影しながらだとやっぱりね難しいけどねあ、はいはいはい、この時点でなんか脱落しそうなお友達がいっぱいいそうで怖いけどよ。これこうしてこうして、ほう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 、お、できたけどね。じゃじゃーん。なんかブレードランナーの、なんか、デッカード刑事が持ってそうな、なんか、ね、なんかでっかい拳銃みたいな。お、ちょっとかっこいいけどよ。というわけで、こいつを今から、スイッチはどこだ？お、お、お？お？で、こっちが？ほう。ほう。というわけで、水はここから入れるけどね。ああ、なるほど、なるほど。ああ、なるほどね。ここから水を入れる。で、万が一、この水鉄砲の中に水が溜まっちゃった場合は、ここにドレンがあるということで、これドレン口けどね。はあ。700円の割によくできてるけどね。でもここのネジの周りのちょっと処理はどうなんだろう。せめてね、このネジ1個で止まるようにしとけばね、お父さんもお母さんもそんなに手間かからないと思うけど。というわけで、ここまで一生懸命やってきたけど、実はここから実際にこの水鉄砲で、射撃してみたいと思うけどよ。ターゲットはうちの嫁ケロ。ちなみに嫁は元ベトナム軍の軍医ケロ、本物のベトコンケロ。Mm-hmm.
これなんか水の量がちょっとなんで、いたずらするにもちょうどいいけどね。いっぱい出ちゃうと多分怒られちゃうけどこれ濡れてもほんのちょっとなんでこれいいけどね。これいいけどね、いたずらグッズとしても。えうわー、逆襲されたけど、なんか感じ的には4メートル飛んでるけどこれ微妙けどね。あ、でもなんか霧吹きとしてすごくいいかもしれないけどね、これ。ああ、いいけどね、これ。いいけどね、これ。というわけで、このダイソーの770円の電動水鉄砲、なかなか面白いけどね。というわけでまたケロチャンネルでお会いしましょう。ケロケロ。